局、前の2回では完成できず、まさかの3部完結編になりました。前回作った飛行艇のエンジンを、ディーゼルからジェットに変更しました。エンジン以外にはまだ手を加えてません。エンジン始動。ジェット独特のエンジン音です。排気がもろにプロペラに当たってるのは気にしない。離陸します。離陸はできた。基本的にエンジンを変えただけなので、飛行には支障なしですね。このゲーム、海上を移動することがほとんどなので、こうやって眼下に陸地が広がってるといいですよね。燃費はリッター60メートル。ジェット燃料は軽油より高いので、お財布を圧迫しそう。このままだと破産するので、改良していきます。このゲームのジェットエンジンは、一つのエンジンにタービンを増やすと燃費が良くなる仕様なので、タービンマシマシにしてみました。燃費はリッターあたり360メートルです。前の機体がリッター100無だったので、3.5 倍になりました。これなら実用範囲でしょう。エンジンの位置も屋根の上なので、着水時に水をかぶる心配も少ないです。機体を1から作り直し、大型化しました。コンテナ積載システムはまだ製作中です。離陸していきましょう。パワーは十分。ランディングギアアップ。行動時音。プロペラピッチとクラッチが連動するように作ってます。フルピッチ、フルクラッチでリッター270メートル。ピッチ7割でリッター380メートル。スピードも時速355キロなので、快適な速度と言えるでしょう。着陸脚を畳んだ状態です。機体からはみ出して不格好なので、実機のように機体に格納できるよう改良したいところ。あと、何と言えばいいのだろうか。ジェットってパワーはあっていいんだけど、離陸できた時の感動がディーゼルの時より薄いような、飛ばしているというより、飛ばされているような、さすがに3機目なので、自分がこの機体に慣れてきたというのもあるんだろうけど、ただディーゼルは非力なので、モジュラーエンジンの登場が待たれますね。ランディングギア改造、コンテナ積載システム改良など、大幅な改修を施しました。この機体でコンテナ輸送を試してみましょう。エンジン始動。バックモニターはヘッドアップディスプレイにしてみました。気持ちばかり、塗装も施してみました。回転数は十分上がったので、タキシング開始。いつも通り、コンテナヤードを目指しましょう。しまった、翼を畳むのを忘れてた。こうしておかないと、木に引っかかってしまう。いつものように、バックでコンテナにつけます。ここでバックモニターの出番。あ、見づらい。透過率の設定とかで、もう少し濃くできるのだろうか？とりあえずバックしてみよう。近づければなんとか見えますね。何度も切り返して、なんとか真後ろに。少しずれてるけど、いけるでしょう。ここにコンテナまでの距離が表示されてます。ゲージの加減を5メートルにしたけど、もっと下がれますね。3メートルぐらいにしましょう。いけそうですね。モニター切って、エンジン切って。次
を開けて、コンテナ側のコネクタをオンにせねば。スライダーを後ろに移動させます。対外まで出したら、スライダー株を地面に下ろします。ガッチャン。このあたり、別モニターがあった方が見やすいですね。スライダー株を左右に触れるので、コンテナ側のコネクタと接続します。スライダー株を上げて、コンテナを収納します。引っかかった?入った。スライダーが滑らないよう、下のコネクタと接続します。ガッチャン。固定完了。コネクタはオンのまま、インジケータの表示とコネクタの状態があべこべですね。リアハッチを閉じます。積載完了、離陸しましょう。このコンテナの向け先は貨物貨物ターミナルらしいです。適当に運ぼうと思っていましたが、指示に従ってそこに運びましょう。飛行場まで戻りましょう。戻ってきました。マップを開いて、目的地設定しましょう。ここドンキ島と目的地である貨物島は、線路と道路で繋がってます。なので飛行輸送する必要性は全くなしです。あくまで練習のため、ですね。それでは離陸しましょう。よく忘れますが翼を戻します。コンテナ積載状態での離陸は初めてですが、有り余るジェットパワーのおかげで、問題なく離陸できるでしょう。はい、問題ありません。ギアを畳んで、目的地へ向かいます。ランディングギアの形状を変えました。多少はマシですが、本当は格納型にしたいところです。なんか左にずれていく気がします。風はなしの設定にしているので、横風ではないはずですが。コンテナが左に寄っていて、重心がずれているからかもしれません。体重量が軽いので、コンテナの重さで重心位置が容易に変わってしまう。直しました。スライダーの固定の仕方を改善する必要がありますね。横滑りは直ったようです。目的地が見えてきました。さてどう着陸しようか。島の周囲に砂浜はないので、着水して上陸するわけにもいかないし。長く伸びている道路を滑走路代わりに着陸しましょう。アプローチしていきます。ちょっと高かったかな。このままだとだいぶ向こうになりそう。反対側からのアプローチに変更します。コンテナが重くて旋回が難しい。きっとまたこの旋回でコンテナ位置もずれてそう。短距離の飛行輸送、薬害あって一理なしです。アプローチ。強引に持っていけたか?高度と速度を下げていくよ。くそ、道路に合わせきれない。強制着陸。プロペラ着ピッチ。着陸できた。液車に突っ込むところだった。クリエイティブモードなので嬉しくないけど、報酬ももらえたようです。とはいえここに置いて帰るのはどうかと思うので、ヤードに向かいましょう。この辺でいいでしょう。
割と隙間なく置かれてますね。念のためモニターで確認。エンジン切って荷下ろしします。やはりキャッチ前の旋回でずれてますね。リアハッチを開いてコンテナを真ん中に戻してコンテナを押し出します。うまくいってるのかな。機体が押し出されました。スライダー株を下げます。コネクタを解除してスライダーを戻します。スライダー株を上げつつ収納します。ハッチを閉めてスライダーを固定して完了です。ガッチャン。思った以上に挑戦になったコンテナ輸送飛行艇ですが、今回で終わりにしたいと思います。次は造形をもっと頑張ったものを作りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。